人か、ただの化け物です。知ってろ。燃え移せろ。天気砲泣けや負けん荒吹き。俺は人間が好きなのだ。故に悪行撲滅に従事している。私は無理やり付き合わされているだけですが。人間が好きな妖子。我ら乱世を憂う者、人呼んで世直し兄弟。人間のくせに傍らを狩る断崖衆は私にとっては害虫に等しい。これから行われるのは一方的なただの害虫駆除ですよ。なんで逃げるんだよ。答えてください。私は化け物だ。化け物じゃねえ、クソ殺しの化け物だ。殺そうと思って殺したわけじゃないだろ。欲しいだろ、力が。欲しかった、力が欲しいと思ったはず。ジンカ、お前には力がある。人と人と傍らの狭間の者と傍ら、見事皆守ってみせよ。今日から戦国妖子ザステージ開幕ということで、10月4日まで、このメンバー座組全員で、怪我なく最高のエンターテインメントをこの北千住で届けたいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで応援よろしくお願いします。私はこの作品のお話をいただいたときに、あの原作とアニメを見させていただいて、この作品をどうやって舞台で表現するんだろうというふうにずっとワクワクしていて、本当に私たちの愛が詰まった舞台になっているので、応援をよろしくお願いします。今回主演の本田くんが初の殺陣を挑戦するということで、成長率が本当に凄まじくて、それを後押しするように誠二郎さんの素敵な盾がついて、どうやって表現するだろうっていうところを本当にお二人が担ってくださっていってるなっていうふうに思っております。個人的には、一人二役という役柄が初めてで、それも性別もまた違うっていうのが一つ自分の中で初挑戦、頑張るぞという気持ちで稽古スタートしました。精一杯尺眼として生き抜きたいと思っております。竜の男がいくら強かろうが、所詮俺の半分も生きてない小僧っ子よ。俺についてこい、腹を決めろ、我が弟よ。そんなに言われなくてもちゃんとついていきますよ。